集まりの皆さん、こんにちは。もっと元気に、こんにちは。ありがとうございます。あ、なんだか皆さんの素敵な挨拶のおかげで、なんだか日が差してきた気がします。はい、私たちは航空自衛隊北部航空音楽隊です。本日はお招きいただき誠にありがとうございます。また寒い中会場に足を運んでいただき誠にありがとうございます。1曲目はディズニーの世界より、ハイホー、口笛吹いて働こう、星に願いを、ハイディテル DD の4曲がメドレーになったディズニークラシックスレビューをお聴きいただきました。10月も半ばを過ぎ、秋色もだんだんと深みが増し、冬の到来を少しずつ肌で感じる、そんな季節となってきましたね。短い時間ではありますが、本日の演奏会では日本の童謡や歌謡曲、ドラマ、映画、そしてゲームの曲まで様々なプログラムを用意しておりますので、午後のひとときを私たちの演奏と一緒に楽しんでいただけますと嬉しいです。それでは本日の指揮者を紹介しましょう。北部航空音楽隊隊長佐藤哲也一等空尉です。申し遅れましたが、私は本日の司会を務めます、クラリネット担当堂々夏実一等空尉です。どうぞよろしくお願いいたします。お聴きいただくのは童謡赤トンボです。夕焼け小焼けの赤トンボ、追われてみたのはいつの日か。言わずと知れたこの名曲は、今から約100年前に三木露風の作詞、山田耕作の作曲によって作られました。皆さんも一度は歌ったことがあるのではないでしょうか。本日は色彩豊かな吹奏楽の響きでお楽しみください。童謡赤トンボです。
しました。ここで次の演奏に移る前に音楽隊について少しご紹介させていただきます。航空自衛隊には全国に5つの音楽隊があり、青森県三沢市に北部航空音楽隊、東京都府中市に航空中音楽隊、静岡県浜松市に中部航空音楽隊、福岡県春日市に西部航空音楽隊、沖縄県那覇市に南西航空音楽隊、それぞれが担当のエリアで活動しており、私たち北部航空音楽隊は主に青森県、秋田県、岩手県、そして北海道を担当しています。航空自衛隊は24時間365日日本の空を守ることを任務としていますが、音楽隊は演奏任務としており、その内容は国の大切な行事での式典演奏や同じ自衛隊の仲間たちを応援するための式新作演奏、そして本日のように国民の皆様に自衛隊へ親しみを持ってもらうための広報演奏など、国民の皆様と自衛隊の架け橋となるような活動を行っております。そして音楽隊ではホームページや旧 Twitter の X、 そして Instagram でも情報を発信しておりますので、この機会にぜひご覧ください。演奏会の感想やリクエストなどどんどん寄せいただけますと、今後の演奏活動へ生かされていきますので、どうぞよろしくお願いします。会場出入り口の近くには私たちの活動の、がまとまっている広報パネルが展示されておりますので、お帰りの際にぜひご覧ください。また北部航空音楽隊には公式マスコットキャラクターのゆきおんがいます。ではご紹介します。じゃじゃん、こちらかわいい雪だるまのキャラクターがゆきおんです。ぜひ推しキャラにしてください。はい、ありがとうございます。あちらにも隊員が手作りで作った雪だるまゆきおんちゃんがいますので、ぜひ近くで見てみてください。続いては今年の NHK 大河ドラマどうする家康の音楽をお楽しみいただきましょう。誰もが知る日本の武将徳川家康の生涯を新たな視点で描いたこのドラマ、一人の弱き少年が織田信長や武田信玄という化け物たちがいる乱世に飛び込み、生きるか死ぬかの大ピンチに遭いながらも、やがて戦乱の世を終わらせるという奇跡と希望の物語です。ご覧になられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今後の展開もますます目が離せませんよね。本日は予告編の冒頭や戦いのシーンでおなじみの新・軍・アウェイキニング、そしてピアノのメロディーが印象的なメインテーマ暁の空の2曲を吹奏楽のアレンジでお聴きいただきます。それではどうぞ。
家康の音楽をお楽しみいただきました。ドラマの音楽に続いては映画音楽の巨匠と呼ばれるテンディ・マンシーニの作品をお聴きいただきましょう。お送りする曲は1961年公開の映画ティファニーで朝食をからムーンリバーです。物語の舞台はニューヨーク。安アパートに暮らす女性ホリーと作家志望の青年ポールの間に芽生えた恋模様を描く都会の雰囲気漂うおしゃれなラブストーリーです。これから演奏するムーンリバーは劇中でオードリー・ヘップバーン演じるホリーがギターを弾きながら歌うシーンで使用され映画とともに大ヒットしました。ちなみにこの曲は1オクターブと1音というオードリーの声域に合わせて作曲されており、とてもシンプルで親しみやすいメロディーとなっています。一人の女性の恋を歌った優しくロマンティックな響きをお楽しみください。それではムーンリバーです。Thank you.
航空自衛隊は音楽隊の他にも様々な職種があります。航空機のパイロットはもちろん、航空機の整備員や管制官、基地の警備や消防、また隊員の食事を作るのも自衛官であり重要な職種になります。さらに陸上自衛隊、海上自衛隊にもそれぞれに職種がありますので、若い皆さんの将来の選択肢のうちの一つとして自衛官を考えてみるのもいかがでしょうか。興味のある方は防衛省自衛隊の自衛官募集ホームページをご覧いただくか、本日こちらで地方協力本部の隊員に直接お問い合わせいただくことも可能です。皆さんの入隊を単一度心よりお待ちしております。続いては世界で最も有名なヒゲのおじさんが登場するゲーム、スーパーマリオブラザーズの音楽をお送りしましょう。1985年にファミコン用ゲームとして発売され、瞬く間に大ヒット、任天堂を代表するゲームとなりました。数多くのシリーズ作品が発表され、現在では日本だけでなく世界中で楽しまれています。今年4月には映画ザ・スーパーマリオブラ、スーパーマリオブラザーズムービーの公開や、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで4年ぶりに開催された夏季限定びしょ濡れイベント、スーパーマリオパワーアップサマーなど、至る所でマリオが話題となりました。そしてそして、昨日にはシリーズ最新作であるスーパーマリオブラザーズワンダーが発売となり、早速手に取られた方もいらっしゃるのではないでしょうか。曲はゲームで使用された BGM がメドレーとなっており、ゲームで遊んだことのある人もそうでない人も一緒に楽しめる曲ばかりです。それでは北部航空音楽隊とともにピーチ姫を助け出すための冒険へと出発しましょう。スーパーマリオブラザーズです。Thank you.
事ゲームクリアとなりました。めでたしめでたし、スーパーマリオブラザーズをお送りしました。さて、日本のゲーム音楽に続いては日本の歌謡曲を紹介いたしましょう。演奏する曲は歌謡界の女王として今もなお語り継がれる美空ひばりさんの愛三寸です。1986年に発表されたこの曲は、作詞作曲を担当した小倉圭さんによるジャンルにとらわれない作品作りと、美空ひばりさんの味わい深い歌声がマッチした世代を超えて愛される代表曲の一つです。実はこの曲、家族愛をテーマに CM 映像の BGM として制作されました。今日は家族で8月フェスをお楽しみの方も多いのではないでしょうか。今同じ時間を共有している人や大切な人を思い浮かべながら演奏をお楽しみください。それでは愛三寸です。Thank you.
ス香川翔担当空曹トランペット横浜和弘一等空曹さて皆さんと一緒に楽しんでまいりました本日の演奏会も次がおしまいの曲となってしまいました。お送りするのはアメリカのポップ音楽界を代表するクイーシー・ジョーンズの作品です。ジャズミュージシャン、音楽プロデューサー、そして作編曲家としてグラミー賞をはじめとする多くの音楽賞を受賞しています。また数々の著名なアーティストとの交流があり、マイケル・ジャクソンと共同プロデュースしたアルバムでは売り上げ世界一のギネス記録を保持しています。本日は彼の代表作であるアイアンサイド、ソウル・ボサノバ、愛のコリーダ、以上3曲をラテンビッグバンド熱帯ジャズ楽団の熱いアレンジでお楽しみいただきましょう。題して Dear Mr. Jones です。どうぞ。Thank you.
会場にできるかやっとありがとうございます寒いですよね皆さん、なんか静かだなと思ってるんですけども、盛り上がってますか？ありがとうございます。今度地元三沢なんですけども、学校八戸工大地高だったんです。あ、 ありがとうございます。3年の時にへぇーって言ってました。さすが恥ずかしいですね。お母さん話しすぎですね。ありがとうございます。じゃあね、今日はちょっと寒くなりましたね。雨は上がりましたけど、最後はみんなでね、体温まって終わりたいなと思いますが、よろしいですか？はい、ありがとうございます。ちょっとね、足元も寒いけど、最後にはポカポカになってね、帰ってもらいたいと思いますので、最後はみんなで楽しんでまいりましょう。はい、じゃあ飛び出しお願いします。はい、
ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると撮影、動画制作がとても楽しくなります。よろしくお願いします。以上で航空自衛隊北部航空学隊の演奏を終了させていただきます。